こっちですね、配達。おお、やったー、やっとだよ、マイルストーン達成。やりました。あなたのマネジメントのおかげで工場は新たなレベルに到達しました。研究と開発セクションの新要素を確認しましょう。やったわ、やっとだよ最高の工場アップグレードや改良にアクセスできるようになりました。やっとだよ、もうどうしようかと思ったわ。やっと。作業時間が短縮され、すべてのワークステーションの能率が上昇。これは絶対取るやろ。これはワークステーションの基部を掃除し、油を差し、蹴飛ばしたりといったルーチンを厳密に蹴飛ばす？どういうこと？蹴ったら治るやる的な。長い目で見れば補修やメンテナンスの必要が減る。あー、 25% 減るって結構ですね。インターンプログラムか。雇用可能な従業員を増やす。ボランティア従業員、一時的に人を呼ぶことができる。なるほどね。そうだな、まあこれはいるか。ワークステーションの処理ルーチンはいる。あとね、新しい取引先をと契約することもできるんですよね。このターボオーバードライブってのを一応取っておきました。すべてのワークステーションを12時間の間オーバードライブ状態にする。この期間中ワークステーションは耐久度が減らない、消耗しない。これはね、いざって時に使えると思うんですよね。あとはまあ取らなくてもいいかな、一旦はね保留にしておきましょう。いや、よかったよかった。在庫余ってるけどさ、とりあえずは良かったですわ。なんとか達成。あ、スパイキャットよ、スパイキャット。とりあえず計画書だけでも作ってみましょう。はい、スパイキャットの計画書が出来上がりました。これを作ってみましょうか。できるかな。優先度一番高く、今のところ間に合ってますね。スパイキャット間に合ってる。あ、組み立ててる、出来上がってる。スパイキャット、これって機械とは違って置物なのかな。ロボットだったらこのロボット組み立て台で組み立てるはずだから、ただの猫の置物なのかな。監視カメラがついてる的な、わからんけど。この余ったカタパルトたちどうしよう。これから売れるかもしれないから一応残しておくか。まあ、スパイキャットもう大丈夫そうですね。なので、チャレンジ以来もう一回計画書を見直します。はい、見直します。こういう時にね、一時的に従業員を増やすといいのでしょうね。よし、こんな感じでどうだ。今回はちゃんと組み立て作業台をばらけさせたと思うので、いけるといいな。はい、実行。優先度一番高く、もうスパイキャットが出来上がった。出来上がった、この子ですね、スパイキャット。置物だよね多分。どうやって使うのかは分かりませんが、出荷しましょう。配達、よかった。よし、ミニカーじゃ、ミニカー、みんな頑張れよ。5日とちょっと、頼む。ミッツレラ社と仲良くなりたいんだ。あれ、なんか まだ挟まってる。あんた、なんでそんなずっと挟まってんの。ずっとそこにいたの、あれから。マジでかわいそうに。はい、新しいチャンピオンマイルストーン。異なる取引先2社以上の究極チャレンジを完了する。あ、これはもうあの星マーク以来か。なるほどね。任意のタイプあるいは難易度の製品を合計800個出荷する。あ、これはできるでしょう。最後が純資産および平均収益でネメシス社を上回る。なるほど。
純資産はね、すでに上回ってるんですよ。うん。上回ってるんですよ。うん、そうですよね。なので、平均収益。この収益の方か。それが、まあ今私が下がってるんですね。でもこれはあれだよ。さっきさ、市場を飽和させるために利益度外視でやってたんで、多分これも頑張ればいけるでしょう。というわけで、とりあえずミニカー F1 を頑張ってほしい。あ、よかった。カタパルトも、オーバーボードも、売っ払うことができました。よかった。よし、とりあえず全力でミニカーを作ってください。まあ、まだいいんだよね。50% ぐらいまでは間に合うんですよ。そこからの組み立てで、だいぶ今まで遅れが出ていたので、それをうまくさばけるかどうかですわ。組み立ての従業員、オペレーター増やす。オペレーター組み立てのこれよ。組み立て専門従業員をもうちょっといてもいいかもしれんな。まあ今の時点で8人はいるんですけどね。だけどこの作業台をある程度ばらけさせてやるってなるともうちょっといた方がいいかもしれない。今回はね、まだ今のところいい調子ですね。この前生産組み立てが他のパーツでこう押しやられてたタイヤの部分とか、その他の部品も別の場所で組み立てが終わってきているので、出そうな気がするぞ。急ぎの依頼の場合は、組み立て作業台をばらけさせた方が良い。だなぁ。うん、いいんじゃないか?だいぶ順調な気がする。まだね、一個も組み上がってはいないので安心はできないんですけど。ああ、組み上がってきてる。だんだんと。製品が組み上がってきてるってことはもう安心していいかな。部品がだいたい出来上がってことだと思うので。あー、よかった。じゃあ、そろそろ従業員も、ね、10人ぐらい余り、余ってないな。もうちょっと20個ぐらい生産できたら、別の製品にも取り掛かりましょうか。はい、ではかなり暇な従業員が増えてきたので、インコ社の星マーク依頼。こちらもね、作業台を見直してやっていきたいと思います。はい。組み立て作業台は、種類ごとにちょっと分けてみたので、これでもう一回チャレンジしてみましょう。搬入口はガンマでいいかな。実行。よし、頼む。間に合ってくれ。ミニカー最後の一個がなぜか出来上がってこないんだけど。これどこだ?なぜ最後の一個が?あれ?なんで最後の、あ、出来上がってよかった。焦った。よし、三つ枝社の星依頼完了です。よかった。よし、次は、インコ社の星マーク依頼。全力でお願いします。ああ、よかった、実績ロック解除。ブルーン。よかった、よかった。工業ロボットも、今のところ間に合ってる。今のところね。安心はできない。また休憩ポイント足りてないな。どこが足りてないんだろう。休憩ポイントはあるんだけどな。全部ありますよね。休憩ポイントは余ってっていうはずなんだけど、念のため足しておきますか。特に詰まってる様子はないですよね。順調に生産できてるはず。なんかマイルストーン達成した。あ、純資産および平均収益でネメシス社上回ったって、私1位じゃん。やったー、ランキング1位になってる。ほんとだ。すげえ。なんか、
あ、今ね、あの利益の高い依頼を受けまくってるので、それのおかげだな。やったー。じゃあ、あとはもう個数を生産すれば達成しますよ。やったね。よかったよかった。工業ロボットも今のところ順調だし、とてもいいですよ。何か詰まってる気が。これだな、キャタピラ部品はどこだ。このなんかの部品も置かれてるけど、作業してる人がいない。タスク、これ?これ別の作業台に割り当てればいいかな。うん、始めてるね。なんか実績ロック解除した。波乱万丈の年。あ、組み上がってきてます。なんでしょう。ああ、了解了解。でも後でねでも今忙しいから後でね。いや、よかった。ここに溜まってた作業を分散して進んだから気づいてよかったですわ。気づかなかったら間に合ってなかったかもしれない。微妙にまだここで部品作ってるんだよな。これ分割して別の、あ、でも別の作業こっちでもやってるのか。やってるね。間に合うのか、本当にこれ間に合うのか。頼むよ。あと6個。怖い、怖すぎる。間に合うのだろうか。あと7時間だよ。大丈夫?あと1個。あと1個だけど。あ、できたー。やったぞ。出荷。よかった。これで達成ですよ。よかったー。これで星マーク以来、インコ社も無事に達成ですね。じゃあ、あとは個数を作るということで、個数多めの依頼をガンガン受けていきましょうか。いやー、もうどうしようかと思ったわー。本当に焦った焦った。一安心ですね。お、実績ロック解除。 G メンやったね。レベルもアップ。あ、レベルめっちゃアップしたな。経験値がたくさん手に入った。やったね。はい、研究ポイントも手に入ったことで、どうしようかな。新しい取引先と契約結ぼうかな。こっち、ウーバー社の、ウーバー社は、精密な機械の開発、製造においては世界を牽引する会社です。もう一つが、フロンクマシンブランド。工業用重機の供給業者。ああ、どっちも機械か。精密機器、興味あるな。こっちと契約してみましょうか。契約したけど、どこで見れるんだ?わあ、びっくりした。ああ、今使わない。間違えて押しちゃった。オーバードライブ状態になってしまった。チョップ内の高度なアセンブラーと分子マニピュレーターをアンロックする。あ、これ、チョップ内ってどういうこと?あ、機械?こう、おお、すごい。いろんな作業がこれ1台。いろんな作業がたったこれ1台で。あ、すごいすごい。組み立て作業台。今までさ、全部作業効率 100% だったんですけど、これ 200% ですよ、これ。これやばいですよ、奥さん。これはやばい。マジで。これやばい。これはやばい、本当に。入れ替えよう、これ。入れ替えよう。一旦この、生産すべて終わらして、入れ替えるよ、これ。いくら?ところで。7000円ぐらいだったら、組み立て作業台は入れ替えられるでしょう。これやばいよ。これはね、絶対、入れ替えた方がいい。じゃ、これも、あれか?
新たな機械が。おー、これ超便利、これ超便利。めちゃめちゃあの快適度が下がるので、こういうトロフィーと組み合わせて、いやー置くと良さそうですね。そうだな、そうしよう。トロフィーと組み合わせて置こう。いや、やばー、これやばいですよ。 250% 2つ組み合わさってる。これはやばいですよ。だいぶ生産が楽になる。よかったー。あら、どう置こうかな。生産終わるまでちょっと配置を考えておきましょうか。でかっ。クロング移動機を買おうと思ったんですけど、超でかいですね。もうこれ1台でいいみたいな感じなのかな。でも2つぐらい欲しくない？いらない？ 2 ついらない？ 2 ついるんじゃない？いらないかな。だって一箇所でしか作業できないでしょ？これ何人も作業できるわけじゃないでしょ？いくら作業スピードが速いとはいえさ。でかっ。はい、このでっかい機械を導入しました。これはクロンク移動機ですね。これは2種類の作業をそれぞれ 250%。の性能で動かせると。で、作業を分けるときのために2つ用意しておきました。これでかなり楽になるかな。電話が来ましたね。 FERB アワードのパーティーはどうだった？おっと、お前は免れてなかったな。いや、全く気の毒だよ。どういうこと？私パーティーに呼ばれてないの？ 1 位なのに？どういうこと？私1位なのに？なんでだ？もうそろそろチャンピオンマイルストーンの最後の任意のタイプあるいは難易度の製品を合計800個出荷するっていうのが達成できそうです。今 95% なので、今タスクにあるやつを出荷したら達成できそうな気がしますので、このまま進めていきましょう。これ達成したら一旦終わりかな。この次出てきたらどうしよう。はい、マイルストーン達成しました。おめでとうございます。あなたは最高の仕事を成し遂げました。従業員たちは未来永劫あなたを称え続けるでしょう。すべての工場マイルストーンを完了するのに425日かかりました。結構かかりましたね。はい、いろんな回数が書かれていますね。やっと達成できた。これでまあクリアかな。クリアってことかな。はい、最後のチャンピオンマイルストーンもすべて達成することができました。いやー、結構長かったな。これ今までで一番動画にするのが大変だったかもしれん。いやー、なんとか終わってよかったですわ。はい、というわけでね、リトルビッグワークショップの実況動画はここで今回で終了しようと思います。なかなか楽しかったですね。見た目がポップで可愛いですし、まあ、やってて飽きなかったです。はい、いろんな製品も作れましたしね。まだ作ってないのもあるけど、まあ、今回はここで終了ということで、見てくださってありがとうございました。また次の動画またはライブ配信でお会いしましょう。バイバイ。